こんにちは、ハリニンミダ。はい、久しぶりにね、動画を回してて、まあちょこちょこ撮ってはいたんですけど、編集してアップするっていう過程をね、最近サボりがちで、かなり動画投稿遅くなってしまったってのがあって、本当に申し訳ないなって思ってるんですけど、動画について結構いろいろ最近考える時期でもあって、まあ、一言で言えばモチベが下がってたんですけど、動画について結構いろいろ考えることがあって、っていうかもうまずね、サボりすぎてバッテリー充電し忘れてて、今 iPhone のカメラで撮ってるんですけど、モチベが下がりまくって、Vlog は結構皆さんに喜んで見てもらえてるなっていうのは実感してて、それありがたいんですけど、ちょっとね、私自身欲が出てしまってるところもあって、もっといい動画が撮れたらなとか、 Vlog も安定でまあね載せてはいくんですけど、もっと楽しい他の動画ってないのかなとか、いろいろ考える機会がありまして、はい、そういうのもあってちょっとね動画投稿頻度がね落ちてしまっていました。で、最近はね家にいることも多くって、お家のなんかDIY って言ったらちょっと言い過ぎなんですけど、そういうのにハマったりとかね、家でねのんびり過ごすことが多くなっちゃって、家で動画編集したり動画撮影したりってよりは、ペットの猫ちゃんたちと遊んだり、あとお家の模様替えをしたりとか、なんかねこう枕とかもね変わったりとかね、枕カバーを自分で作ってみたりとか、なんかカーテン作ってみたりとか、そういうのにハマってしまって、でなぜまたこうやって動画撮ってるかっていうと、脳内にいつも YouTube のことあるんですよね。こういうの撮ったらいいかなとか、こういうの撮ったらみんな見てくれるかなとか、喜んでくれるかなみたいなのを考えながら過ごしてはいて、やっぱり YouTube 実際自分も毎日見てるし、 YouTube っていうその媒体自体がすごい好きなので、これからも自分は投稿を続けていきたいなっていう気持ちはもちろんあります。なのでまたこれから自分が載せたい動画だとかあればバンバン撮って載せていこうっていうふうには思ってます。編集とかやっぱりすごい時間かかるので、頑張って編集して、あこうやったら面白いかなとか思いながら編集をして、それであんまり見てもらえなかったりするとやっぱ落ち込んじゃうみたいなのがあって、まあいろいろ考える時期っていうことでちょっとお休みしてました。まあお休みしてるっていうほど休みはないんですけど、私がそのすごい頻繁に動画を週に3本か4本ぐらい上げようって意気込んでた時に比べるとモチベが下がってしまってたので、一応こんな感じで節目というか、自分の中でねこれから頑張っていこうっていうことで節目として動画の方を撮ってみました。 iPhone のカメラの位置がいまいち分かってなくて、違うとこ見てましたね多分、すいません。ここまで最近自分の中での変化みたいなのはそこまでないんですけど、だってまあ家のなんかインテリアに関心ができたりとか、あとは美容ですね、メイク動画とかファッション系の動画っていうのはたまに上げてはいたんですけど、最近マジで女子力を上げようっていう意識がすごくてですね、誰にどう見られたいとかいうわけじゃなくて、自分でなんか前より肌が綺麗になったとか、髪の毛のなんかツヤができたとか、そういうちょっとした変化にすごい敏感になってて、っていうか楽しくって、それがダイエットを始めたのも大きなきっかけの一つなんですけど、なんかそういう感じで女子力がすごい上がってきてるんですよ。視聴者の方は女性の方が多いと思うので、一緒にね美意識上げていこうみたいな感じで撮れたらいいんじゃないかなっていうふうに思ってて、 Vlog だとちょっとなんかコミュニケーションが撮れてる気がしなかったというか、まあ私はカメラを回して皆さんに発信してる側ではいるんですけど、なんか話しかけるスタイルじゃなかったじゃないですか。他人撮りされてるみたいな、そういう自然な私の姿を皆さんは多分好きでね見てくださってたっていう感じだと思うんですけど、私もなんかこう喋りかけるような感じで、これいいよねっていう、なんか友達と共有してる感覚で動画を撮れたらいいかなみたいなのをちょっとぽやぽやぽやって思ったりとかしてて、ちょっとそういう感じの意識をしながら動画も撮っていけたらなって、まあもちろんね今まで通り皆さんに愛していただいた Vlog っていうコンテンツはやめることなくずっと載せていきたいんですけど、それとは別でそういうのもいいかなって思ったり、やっぱりダイエットとかその美容とかって一人でやるとちょっと面白くなくなっちゃったりするじゃないですか、モチベ下がっちゃったりとか、でもなんか一緒にすることで頑張れたりとかってあると思うんですよ。だからそういうのもいいなって思ったり、髪綺麗ですねって言ってもらえてること多かったんですけど、実際全然綺麗じゃなかったし何もしてなかったんですけど、やっぱり1ヶ月に1回ぐらい美容院に行ってトリートメントしてもらったりとかしようかなって思ったり、美容院に行ってプロの方にしてもらうと全然違ったので、あとお肌とかの管理も韓国ってすごい美容発達してるから、皮膚科とか美容クリニックみたいなところにも行ってみてね、そういう乾燥とか
これ良かったよみたいなのをみんなと共有できるようなチャンネルにこれからできたら楽しいんじゃないかなって思ってます。で、まあ、それをするにあたって私ちょっとね今考えてる重大発表みたいな動画もあったりするので、こちらの動画とかは期待していただけたらなって思います。で、なんかそういうのも兼ねてリスナーの方の呼び名っていうのを決めたいなと思ってて、一回ね昔募集したことがあったんですよ。あのリスナーの呼び名について、私のファンの方の呼び名を募集したことがあったんですけど、なんかねピンとこなくって、可愛い名前がいいんですよね。私の名前と関連づいてなくてもいいから、なんか可愛い名前、もうエンジェルみたいな感じのそういう感じの呼び名みたいなのがあればいいかなって思ってます。でも男性の方もいるのでね、どういう名前がいいかちょっと決まってないんですけど、ファンネームっていうんですかね、もう募集したいなと思ってるので、よかったらこの動画のコメント欄で書いてくれたら嬉しいです。何にしようかな決めて、またどこかの動画で発表して使い出そうかなって思ってるところです。やっぱそういう名前があった方がこうね距離感が縮まるかなって思ったり、せっかく私のこと応援してくれたり、そう YouTube の動画楽しみにしてくださってる方がいらっしゃるので、あった方がいいのであればね作って、それも作ったりとかしたいなって思ってます。まあね、こんな感じで今日は喋ってるだけの動画にはなってしまったんですけど、これからまた頑張って YouTube 動画の方を撮っていきたいと思うので、皆さん応援の方よろしくお願いします。高評価、チャンネル登録、そしてコメントの方もよろしくお願いします。この動画の前に出してはないんですけど、撮りだめしてる動画とかがあって、まあ、編集のね作業自体をちょっとサボり気味だったので動画アップできてなかったんですけど、撮ってるものとかあるのでそれも編集してね随時載せていけたらなって思います。今日の動画はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。